俺さ、あのツアーの前か、知り合いにあの美容院の先生がいてて、内科の、ただ、な、酒井君と外科の先生がいてたりとか、な、この世界にいてると、いろんな人と出会うやん。もういつもツアー前とか、大ツアー前とかやと、健康診断をしてくれんねん。で、胃カメラとか、大腸とかの検査とか、血液とか、心電図なんかいろいろ。胃カメラと大腸をする時があって、で、カメラ、カメラで細いから大丈夫ですよって言われてるけど、これすごい気になることがあって、胃カメラやった後に大腸やとお尻からやからええねんけど、大腸入れた後のカメラで胃カメラは嫌やん。めちゃくちゃ心配しててさ、ほんで、じゃあ胃カメラから行きますねって言われて、で、よかった先生とかって言ったら、いや、カメラ、別のカメラやから。当たり前や。でしょうね。でさ、俺、ケツが先より、プッチが先のがいいですって言おうかなと思ったけど、ほんまに。ということで、バイバイ。唐突だわ。あ、雷だった。